教えろっつってんだよ。どこだよ待ち合わせは。あらくそ、うれうれ来ねえんだったら、お前どっちでしか行きがれねえんだったら終わりしろな。お前今か、住吉か、おどこだ、じゃあ待ち合わせ場所教えろ、お教えろ、今から今から行ってやっから、ほら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 、かけてめえ、これでは待ち合わせしねえんだったらそっち切ったんな、てめえ切っからな、お前いるか確かめてやるよ、じゃあ、おい切ってやっからな、わったな、おい5、待ち合わせ場所言わねえんだろ、はい切るよ、5、おい住吉かよな、お前3、2、えぇ、しろって。はい、ビビって。バーイ。はい、終わりです。すいませんね。ちょっと、ごめん。ごめんね。待ち合わせしないんで終わりです。ちょっと喉が枯れたわ。すいませんです。はい、あなたバイバーイ。どっか行ってね。どっち来てっから。はい。まあ、やっちゃったね。ちょっとね。俺の悪い性格が出ちゃったね。すいません。うん、切って逃げた、オツ、アルト。すいませんね。いや、本当にごめんね。放送ってこと忘れてたね。まあ、ここら辺が俺がね、ちょっと生主としてね、まだ未熟なんだなと思うけど。まあ、とりあえず NG 入れてっからさ。優雅、お前かっこ悪いぞ。女子ありがとうな。女子、お前はもう出てんだ、小手半が。な、お前は NG ユーザー。残念。お前は ID 取っちゃってっからね。あ、ほんだね。ちょ、ルナさんから出ます。ちょ、待ってね。もしもし。ちょ、待ってね。はい。おはよう。おはようございます。今やってんな。ちょ、やってますよ。何やってんだい、変なクズみたいなトスにさ。はい。あえてじゃダメだって俺言ったじゃない。いや、面白い。いや、面白い話するから雑談っていう話だったから。ああ。まあ、そういう雑談のトスなら、別に受けてもいいって話だったんで、俺は。まあ、途中から何かあったのよ。いや、もう最初、いや、最初から、ね、合コンやら何やらっていう、その今、掲示板とかブログとかになんか載ってる情報があって、ね、とりあえず俺が本名ね、自分がね、本名をとりあえず自分で言ったって、誰も信じなくて、結局はそういう外部の人間っていうのは。いいじゃねえかよ。だから、そこら辺で、要は、じゃあ、俺がその本名は優雅だっていうふうに言って、相手が納得しても、まあ、もう頭からさ、合コンしたやら何やらっていうのを、うん、まあとりあえず自分と違う情報、うん、その例えばさ何でもそうなんだけど、うん、罪名はそうなってても、うん、裏側の流れっていうのは別なこともあるから、うん、おまわりっていうのは、まあ、そういうのは言うんだけど、うん、言ってるじゃん、何が悪いんだよこの野郎って、うん、てめえもじゃあ付き合ってた女おめえやってておめえよって、うん、ひっくり返されたらおめえそうなんだぞこの野郎って、うん、いやでも俺の罪名自体も違うしね、やったことも違けら、そんなことを勝手に回ってる情報、それを信じてやってるっていうのが、やっぱり、その、自分の情報じゃない限り、この、ネット上で流れてること、それを鵜呑みにされて、ね、嘘800のこう言われても、頭にくるっていうか、だったらじゃあ直接会って話そうぜっていう話、もう、要はネット上でやるとしても、ネタにしかならない、所詮。まあいいじゃん、でも、言いたいやつには言わせてがいいんだから、反応しなきゃいいじゃん。なるほどね。だから俺なんかだってそうだよ、強制わいせつ傷で、と、あと殺人未遂で6年半も入ってんだけど、まあ、まあ俺、まあその、うなちゃんまん、うなちゃんまんは聞いてるけど、過去の話だからね、所詮、みんな。いやいや、まあ過去っていうか、で、おめえ、なんか俺、おめえ、強制わいせつとかなんとかって、おめえ、そんなことやってんのかって言ったら、いやいや俺エロいからさみたいな、俺美味しいなみたいな、そこら辺がうなちゃんもいやいや俺ちょいちょいお前、あの女子高生のあの股間とかも舐めちゃうよみたいな、俺言っちゃうもん、悪いのだってお前この野郎みたいな、そこら辺してくんねえかなみたいな、そこら辺がうなちゃんもやっぱうまいところなんだね、やっぱ俺とはそこは違うところ、怒っちゃダメなんだよそこでよ。そうですか、わかりました。だからねみんなね、次から次へとそのネタで行くんだから、あどうだよ、うん、でじゃあそれはこれからも、いやあの優雅のパターンの場合は何度も言われっけど、うん、おっこいお遊びで返さねえと。なるほどね。だから今なんか優雅前突っ込まれて前結構来てんどって言うから、うん、いいよじゃあ俺かけてやるよ、うん、うん、俺なんか女好きだし、うん、それこそおめえ相手がお前よ、うん、あの未成年だろうなんだろうがやらせてくれんだろう、パッ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 食べちゃうよ、うん、そうやって切っていくっていうか、う
おお。なるほどね。え、悪い意味みたいな。うん。なんすかそれみたいな。うん。なるほど。ちょっと。そうそう、放送とちょっとね、生の人として勉強させていただきます。これあれよ、そんなのだってさ、そこガチンコでさ言ったってしょうがない。だっておめえ懲役行って帰ってきたんだろ。うん、あのその突してきたやつがさ、うん、おめえの代わりにさ懲役行ってきたわけでもねえじゃん、うん、言われたくないじゃん。だってそうなったら、うん、おめえが言ったのかと、うん、俺はまあ内容は別としても、うん、刑務所行って出てきたわけだから、ぐずぐず言われるじゃねえだろうって、うん、なるだろう、うん、うん、そうだね。だから、なんかガタガタ言わせなきゃいいよ。だから遊んじゃいいんですよ、の逆に。なるほどね。あ、もう自分のキャラクターしちゃえばいいんだよ、そんな。いやいや、俺、実はロリコンなんだよね、みたいな。いや、好きだよ、みたいな。でも、チャンマンも12歳ぐらいだったらいけるって言ってたの。あ、それいいの。そうそうそう、そう俺の方に振っちゃえばいいから。そういうチャンマンの方にもちょっと今度聞いてみてみたいに、もうそういうの周りだから、俺受けちゃうからさ。あ、わかったわかった。うん。それは分かる。なんかお前、あの、そういうのうるせえの、しつけえのいたら、ええ、チャンマンのとこ行った方がいいよって、チャンマンなんか12歳でも食っちゃうらしいから。すいません、本当にいろいろありがとうございます。ええ、まあいろいろあったからね、結局は。頑張って放送やってね。ええ、すいません、ありがとうございます。はい。はい、はい、失礼します。すいませんね。生の人、自分もまだまだ中途半端なんでね、まあ放送がちょっと荒れるっていうか、いろんなコメントがあるだろうけど、まあ俺もね、生の人を言ってね、まあはっきり言って、放送を成り立ってないのはここら辺かなと、すぐ向きになってしまうっていうか、頭きちゃうんでね、頑張ってるとか、本当に意見ありがとうございます。ね、あの、チーム団から来てくれてるんだと思うけど、本当にありがとうございます。まあちょっとこの枠はね、多分ね、あまり自分の気持ちも落ち着いてない。まあ、うなちゃんマンが来てくれたから、そう少しね、気持ちが落ち着いた面もあるけど、うん、こうやって落ち着けるために多分やってくれたんだと思うから、すいませんね。うん、まあ生主としてまだまだ半端ですけどね。まあうちのリスナーも、まあね、なんだっけ、どこだっけ、チームリーダーもね、あとまあ他の人も、うん、うん。あ、D ありがとうね、小手山ありがとうございます。ちょっとね、コメントがだいぶ早いんでね、うん。スルースキルをな、見つけないとダメだな。頑張れ、ありがとうございます。応援してる、ありがとう、チームリーダー、ありがとうな。353のな、チミダンな。チミダンお前の味方、アウト354もあると。するな、そこらにつけられるよな。アニクティキアイズ論破。来た。な、うん、結構ちゃんとしちゃったんですね。勘違いした。すいませんね、本当に。頑張れよ、バディありがとう、本当に。雨降ってジーク固まる。いえ、頑張れ、ありがとうございます。363ありがとう。頑張れ、ありがとうございます。本当ね。こんな時だからね、ちょっと周りに助けられてるなっていうのが今わかるっていうか、うちのリスナーさん以外にもね、来てくれて。うん。そうね。うな、多分、ゆいがみつら、昔の自分。頑張れ、ありがとうございますね。うん。375から77ね。77から77ね。75から。うん。すいませんね。うん。何舐めろてんだよ、こうやろう。すいませんね。頑張れって、ありがとうございます。お、みそ、ありがとう、こてん、ありがとうね。うん。そうね。まあ、ピキったら負けって言うけどね。直接会った方がいいかなと。そう思うんだけど、俺は、リアルを求めてるから、末永く配信できると思うから頑張ってほしい。バイウナ。あ、ウナありがとうね。うん。ウナちゃんマンに伝えといてありがとうって。俺もまあ長く続けたいと思ってるし、まあね、何あの、披露宴もね、放送でやりたいと思ってるから、長く続けたいと思ってんだ。ゆうが俺もウナ放送の方で見てたぞ。頑張れ。ありがとうな。ウナありがとう。最高ってありがとうね。乗るだけ。うん。頑張れ。もうクソソなんて放っておけ。ウナにもすがるな。まあすがってるわけじゃないんだよ。うん。あとアカウント新しいから。ああ、とっちゃ、来たんだよ、また。またとつ来たんだけど。まあね、まあ、とりあえず、うん、来てね。そういう場面じゃないんで。まあ、あと誰か一人来たんだけど、あやかっていう人から来たんだけど、まあ、無視でね。今、場面じゃないんでね。すいませんけど。たまにはピキってね。ダメだよ、俺、ピキがゲイじゃないんだから。結婚するのはリアルな、会うのはダメ。男とかだから、あやかっていう人から来てんだけど、これは出ないからね。今、トツの場面じゃないから、トツ空気読めだよな。今、こんな場面でさ、スカイプ ID 変えれば、これあれだね、仮のスカイプだね。